逃れられない、どんなに距離をとっても頭が破裂しそう、誰か助けて一言返してお願い、耳の奥で燃える音がする、お母さんを見てる、ララ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 笑えない、どんなに理解しても散り散りに舞い上がって、消えゆく私、ありがとうございます。久しぶりの一人暮らしは慣れてきたかい、楽しんでいるかい、建て替えたままの公共料金早く返してよ、最悪踏み倒してもいいけど元気でいてね、大切にして自分自身を元気でいてね、無邪気な君の赤ちゃんみたいな笑顔は無敵、君がいない一人の家に帰るがために電車を降りる、誰もいない一本道を歩き出せずにため息ついたけれど、元気でいよう、元気でいよう、大切にしよう君との日々を、幸せでいるよ、ゆっくりやりなよ、大丈夫だから、私と別れて一人になってやっと自分が主人公になったかな、私は君が手伝ってくれるより、ギター鳴らして歌ってるとこが見たかった、元気でいてね、元気でいて、な君の宝石みたいな涙を忘れない、久しぶりの一人
人暮らしは電子レンジと IH コンロとエアコンをつけたらヒューズが飛んで玄関に走ってブレーカー戻して結婚祝いのオーブンで食パン焼いてなんとかかんとか頑張っているよ。元気でいてね、元気でいて、幸せでいて、幸せでいてね、元気でいてね。いたずらな君のガキンチョみたいな笑顔は無敵。So
覚ます前に立ち去ろうとしたのはなぜだろう。本気で愛してしまいそうだから、街へ急ぐ人波を頼りにのろのろ歩いて帰る井の頭通り。気づいてしまった私には穴がある。真っ黒で大きな穴が開いている。本気で愛せばあなたも周りも暗闇に消えてゆく。その様に疲れ果てた。悲しくて私の幸せは穴ぼこで生きること。あなたの肩を奪ったりしないから、あと少し少しだけ近くにいさせてね。自転車置き場まで左から行ったら61歩。夫婦で自転車こいでラーメン食べに行く。青梅街道を二人で自転車こいで行く。夫婦で自転車こいでラーメン食べに行く。
は二人で自転車こいでゆく」道に詳しいあんたの後ろをついてゆく弟さんから聞いたお店を探してる。ライトは蹴ったらついた体を乗り出してお尻を浮かしてこいでラーメン食べに行く。振り返るな振り返るな、ブレーキ半分壊れてる。振り返るな振り返るな、前から人が来てる。寂しくて寂しくて腹の痛みがよみがえる。大人になんかなりたくない、子供みたいでもバカじゃない。風を切って風を切ってスピードスピード上げてゆく。はぐれたって心配ないよ、行きたい場所は同じ。自転車置き場まで右から行ったら60歩、自転車置き場まで左から行ったら61歩。夫婦で自転車こいでラーメン食べに行く。お梅街道を二人で自転車こいで行く。夫婦で自転車こいでラーメン食べに行く。大声出して笑うんだ、自転車こいで行く。それと気づかずに愛をもらってた。いつもありがとう、いつもありがとう。あなたの未来を誰より愛す。いつもありがとう、いつもありがとう。相槌もせずにちゃんと聞いてくれる。いつもありがとう、いつもありがとう。すれ違った時はちゃんと言ってくれる。腹が立った時もそこにいてくれる。いつもありがとう、いつもありがとう。それと気づかずに愛を
をもらってた。いつもありがとう、いつもありがとう。でもまだ私はわからないでいる。これからもありがとう。いけるかな。みたいに話せてよかった。普通に何でもない間柄に憧れてた。ずっと長い間こんな日を見てた。ありがとうございます。最後の一曲にします。人生は向こうから見ればその逆、永遠の辻褄合わせ。俺は何にも考え
てなかったよ。自尊心、罪の意識、今やったらちょっとはわかるけどな。あん時はただ力に任せて女を恥ずかしめたり、感情のままに殴ったら子供が動かんようになったりした。牢屋にぶち込まれてな、寝ても覚めても真っ暗な空間で、反省なんかせえへんけど、知らんということが罪なのかなとは疑ってみた。全然分かってなかったんや。大切なことを知ろうともせんかった。これが自分やなんて情けなくて恥ずかしくて受け入れられへん。俺はそのまま牢屋で死んだ。人生は辻つまわせ、右を正せば左がずれる、向こうから見ればその逆、永遠の辻つまわせ。このまま何もできんと死ぬんか、嫌やな。心臓を患い僕は寝たきりです。軽蔑されてる気がして人の顔を見ることができません。感じないようにして過ごしました。成績はクラスで一番でした。特に言葉、それから物事を分解したり構築したり、考え方そのものを学ぶことが楽しくて楽しくて仕方ありませんでした。ほんまは健康やったんです。病気のふりをしてたら病気っぽくなってしまっただけです。戦争には行きたくない、あんなやり方で無駄死にするなんて絶対嫌や。寝てしまうんです、病気です。何にも知りたくない、とてもじゃないけど怖いやん。怖いって絶対行きたくないです。負けて戦争は終わりました。同級生は誰も帰ってきませんでした。空襲で何もかもなくなったし、これで嘘をつく必要もなくなったから好都合や。これでよかったんや。青春取り戻そう。だいぶ年取ってからですけど、国語の先生になったんです。若い生徒に慕われて。お葬式にもいっぱい人が来てくれた。嬉しかったです。でも自分ほんまは戦争行けたのに、演技して生き残ったの誰にも言えませんでした。ずっと心の奥底で
しんだ仲間にも今目の前に生きてるみんなにもごめんな、ごめんなさい、嘘ついててごめんなさい。こんなことやったらみんなと一緒に戦争で死んだらよかった。人生。